はい、皆さんおはようございます。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域のニュースについてお伝えしていきます。はい、5月17日ですけども、5月16日の情報ですね。5月16日の午後4時時点での新規感染者は214人、フィリピン全国で増えています。これでフィリピン全国のですね、感染者数の総数は 12,305 人となっています。そして回復者は新たに101人増えまして、回復者の総数は2561人となっています。そして死者は11人増えて、死者の総数は817人となっています。 NCR というのはマニラ首都圏ですね。こちらがフィリピン全体で新規感染者の 69% を占めていまして、1日で147人新規感染者が出ています。その他 31% がその他の地域で出ているということですね。67人です。そして本日はですね、ドテルテ大統領がダバオに帰省したという情報をお伝えします。はい、5月16日土曜日にドテルテ大統領がふるさとのですね、ダバオに戻ったと大統領府の報道官が発表しました。3月にロックダウンが実施され、首都圏の移動が制限された後、大統領がダバオ市に戻るのはこれが初めてです。ドテルテ大統領はもともとダバオ市長を務めていまして、今は大統領の娘さんのサラさんという人が市長をしているんですけれども、はい、ドテルテ氏は大統領になってからでも頻繁にですね、ダボー市に戻ってきていました。以前は結構週1ペースとかでですね、週末に今週戻ってきてるよとか、私ダボー市に住んでるんですけども、そういう話を聞いたりしていました。まあでもコロナ騒ぎになってからですね、当然戻ってくることはできず、3月にドテルテ大統領75歳になられたんですけども、普通だったらですね、フィリピンは家族で誕生日を祝うっていう、まあ、特に空いたお年の人はですね、周りの人がおめでとうございますって言って家族でとか親戚が集まって祝うんですけども、今年はそういうことはできず、マラカニアン宮殿、大統領の宮殿で75歳の誕生日を過ごしていました。誕生日より前になりますけども、実はドテルテ大統領も自己隔離をしていた時期があったんですね。っていうのも、大統領が接触したいくつかの政府関係者の間でコロナウイルス感染者が出てしまったため、その後に自己隔離をしていたんですね。実はダボー市のサラ市長もその時マニラに行って帰ってきたので、その後に自己隔離をしていた時期もありました。まあ、そしてその結果2人とも、お父さんも娘さんも陰性でした。そして4月の第1週目というのがホーリーウィークといいまして、連休があるんですけども、もともとドテルテ大統領はですね、コロナがちょっと収まったらダボー市に戻ってきて、キティ・ドテルテっていう娘さんがいるんですけども、あの末っ子のですね、その娘さんの誕生日をダボーで過ごそうと思ってたみたいですね。まあしかし国の状況がコロナで厳しかったため、その時は戻れなかったとのことです。今回ドテルテ大統領がダボーに戻ってくるということで、サンスターダボー新聞という地元の地方紙があるんですけども、そこのフェイスブックのページにですね、ドテルテ大統領戻ってくるっていうのがバンって載りまして、それに対してコメントをちょっと見てみたんですけども、案の定もうダボー市民はドテルテ大統領大好きですから、もう市長時代からですね、あのダボーをすごい安全な街に、とにかく治安がいい街に、もともと治安がすごい悪かったんですけども、治安がすごくいい街に変えてくれたということで、もうみんな大好きなんですよね、ドテルテ大統領が。もう今でもメイヤーって、あの市長っていうんですけども、大統領成り立てのドテルテ氏はですね、もうまだメイヤーってダボーの人は呼んでいいよと、もそういうのもあって、今でもメイヤーって呼んでるダボー市民もいまして、親しみを込めてですね、なのでもうウェルカムホームという、そういうハートマークとかいっぱいコメントがついてましたね、そのサンスターダボー新聞のフェイスブックページに。はい、ということで、まあ、私もダボー市に住んでて、ドテルテさんの凄さっていうのは肌で感じてますんで、帰ってきたというその情報を見てですね、あ、すごい嬉しいなと思いました。はい、まあ、ドテルテ大統領は来週開催される省庁間のタスクフォース会議には参加するとしているので、まあ、それまでにはマニラに帰るということです。そしてフィリピン全体の規制ですけども、マニラ、首都圏、ラグーナ、およびルソン中央部の6つのエリアが5月16日土曜日から強化されたコミュニティ隔離からですね、修正を加えた強化されたコミュニティ隔離と若干規制が緩和されています。その修正を加えた強化されたコミュニティ隔離、通称 MECQ Modified Enhanced Community Quarantine MECQ と呼ばれてるんですけども、それに移行になりました。まあ、ただですね、セブ市とマンダウェ市っていうところは、そこの地方当局からの申し立てにより、もうとにかく感染者今増えてきて、これ以上増やしたくないからということで、引き続き、強化されたコミュニティ隔離を続けることにしたそうです。
その他の地域は私が住んでいるダバオ市を含めて一般的なコミュニティ隔離、これはジェネラルコミュニティクアランティーンで GCQ となっていますね。 GCQ の下ではレジャーとか人が多く集まってしまうようなものを除いて、ほとんどの産業が最大 75% まで活動することができるようになります。まあ、実際に動き出すのは月曜日からになるでしょうね。5月16日は土曜日なんですけども、土曜日の時点ではそんなにいきなりガンと動き出したわけではダバオ市ではなくてですね、まあ、ある日系の工場の方からお話を伺ったんですけども、一応今までは社員が出てこれなかったのを、まあ、試しにジープニーという公共交通機関を使って会社まで来てみてくださいというのを従業員さんにお知らせしたらしいんですね。そしたらまだ多くの従業員さんがジープニーというのが動いてなくて来れませんという連絡があったそうです。本当はジープニーという公共交通機関動くようになってるんですけども、人数制限もできていますし、あとはまだ土曜日で規制変わったばっかりなので走らせていないジープニーもあったかもしれません。まあ月曜日からどうなるか様子を見たいとのことでした。はい、一方マニラ首都圏の方では5月16日から先ほど申し上げた MECQ 修正を加えた強化されたコミュニティ隔離になるんですけども、より多くの企業がもう一度営業することが許可されているんですが、鉄道とかジープニーとかタクシーとか公共交通機関はまだ停止されている状態らしいんですね。そして、国からは会社が責任を持って社員従業員の交通手段を確保しなさいと、それができないところはまだ営業しないようにっていう通達が出てるんですね。またですね、私が住むダバオ市を含む多くの地域では一般的コミュニティ隔離措置ですけども、GCQ ですけども、22歳から59歳までの大人が外に出られることになります。そして公共交通機関も一応動くことにはなるんですけども、人数制限があるという状態ですね。まあ、その中で感染を増やさないように気をつけながら少しずつ社会を動かしていこうと、そういう状態になっていますね。はい、現在フィリピンでは先ほど申し上げた通り1万2000人を超えるコロナウイルスの感染者が出ており、その数は国が検査能力をこれから拡大していくにつれて増えていくだろうと予想されています。はい、続いてダバオ地域の情報です。ダバオ地域は一般的コミュニティ隔離 GCQ が正式に決まった5月14日に発表されたんですけども、それの前日の5月13日までは4日間連続して感染者が出てなかったんですよね。まあ、これでスムーズにいけるかと思ったら間違ってまして、まあ、報道ではされてたんですけども、ダバオ市の新型コロナの検査施設があるんですけども、そこでの検査キットが要は不足していた。だから検査が進まなくて、新規感染者が出てなかったということで、5月14日の日中に発表があったんですけども、正式にダバオ市は、一般的コミュニティ隔離に移行することになりましたと。でその日の夕方に感染者数が出たら一気に12人増えてまして、もう皮肉なことに、はい、発表された日にバンと感染者が上がったという感じですね。でその後、まあ、どう解除になるかどうかって見てたんですけども、今のところはこのまま一般的コミュニティ隔離で行くということになっています。でその翌日ですね、15日、その翌日15日にも新たに8人の感染者が出ており、そして16日の土曜日は新規感染者が1人出て、16日の午後5時の時点で感染者の総数はダバオ地域全体で198人となっています。そして死者の総数は25人、回復者の総数は108人となってますね。はい、さらにこの規制が緩和されるかどうかっていう話が動いていた中で、5月12日に臨時便でマニラからダバオにですね戻ってきた便があったんですけども、それに乗ってた乗客のうち3人の方がダバオ市で検査をした結果、新型コロナウイルス陽性だったとのことなんですね。またこの動画でも何度かお伝えしますけども、ダバオ市の隔離施設から逃亡した、逃げてしまった女性が一人いまして、ずっと見つからなかったんですね。そういった事件があるなど、ダバオ市民を不安にさせる事件も起きています。まあ、その5月9日に隔離施設を脱走した女性はやっと見つかりまして、ダバオ市のマティーナクロッシングのバルソン橋近くでダバオ市警によって確保されたそうです。でもう彼女はすでに隔離施設に戻っているとのことですね。そして現在ダバオ市ではその隔離施設から脱走した女性の濃厚接触者の追跡調査に取り組んでおり、脱出中に彼女と接触なった全ての人に対して調査が行われるとのことです。はい、
あとはダボーシでは引き続き FM パスという外出許可証ですね、フード&メディシンパスで最低限の食料品とか薬を買うときに提示して見せなくてはいけない、そのパスは引き続き継続して使わなくちゃならないとなっています。そしてその番号によって規制がありまして、末尾が奇数の人は月水金、そして偶数の人は火木土しか外に出られないとなってるんですけども、私の場合は奇数なんですけれども、一般的コミュニティ隔離に移行しても決められた曜日しか外に出られない、必要最低限の買い物しかできないことになっています。まあ、ただし許可された仕事ですね、私も教育現場なので教育現場は許可されてるんで、その人たちは自分の職場の ID を持っていれば FM パスなくても ID、 もしくは ID がない人は雇用主からの証明書とかそういうものを持っていれば大丈夫だそうです。 FM パスは買い物行くときとか薬を買いに行くときですねに必ず持ってないといけないとのことですね。まあ、ダボーシで良かったのはクラスタリングという自分の地域のみでしか買い物、まあ、最低限の買い物行くにもできないとなってたんですけども、これが解除されまして、まあ、どこでも好きなところに一応行っていいよと、必要最低限の買い物ですけど行っていいよとはなっています。ただしここに地図出しますけれども、感染者が多く出ている危険地域にはもう近づかないようにということになってますね。赤くなっているところが一番危険なところですね。というわけで、はい、引き続きですね、ダボーシに住んでいる人もそれ以外の地域に住んでいる人も結構この規制のルール変わったりですね、またもしかしたら感染者が急激に増えたら元の厳しい規制に戻るということもダボーシの場合市長が発言してますし、まあ、フィリピン全体でもおそらくまた急激に伸びた地域があったらギュッとまた規制を締めるというところが、あると思いますので、引き続き最新情報をチェックしながら注意していきましょう。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。